最大限活用するとか、新しい原発を作るなどということは、国民は考えてもいないというのが私の受け止めです。まあ、そういうにもかかわらず、どんどん進んでいくというのは、まあ、それだけ民意と政治がかけ離れているということなんだと思います。でもう一つはやはりマイナンバーで、来年の秋に廃止ということに対しては、非常に強い拒否感があります。最終的にはマイナンバーに、まあ、一体化するということに賛成という方もいらっしゃいます。我々もそれを否定しているわけじゃないんですが、ただ来年の秋と言われると、まあ、それは急ぎすぎだという声は圧倒的であります。で、まあ、この3つが岸田政権の、まあ、支持率を押し下げている、まあ、原因になるんだろうというふうに私思っておりますが、ただその中で維新が支持率を上げているというのは理解できないわけであります。というのは、維新は今言った3ついずれも政府案に賛成しているわけで、防衛費なども防衛増税は反対ということですが、 GDP 比 2% ということについては賛成だし、むしろそれ以上必要だというような発言もあったりするわけです。時々言うんです、マイナンバーカードじゃなくて保険証の来年秋の廃止、けしからんですよねと、多くの方がそうだと言われます。維新はそれ率先してやってるんですよと、法案に賛成してるんですよと、皆さんご存知ですかと言うと知らない人が多いわけで、まあ、その辺は伝え方、伝わり方の問題もあるのかなというふうに思っております。やはり筋の通ったしっかりとした政策を展開してきたのが立憲民主党であるということを自信を持って訴えていくことが大事だというふうに思っております。